ヘクター・ノエ氏は、ドミニカ共和国バルベルデ州エスペランサ出身のプロ野球選手。右投右打ち。ニューヨークヤンキース時代2004年12月3日にニューヨークヤンキースと契約。2006年、ルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプロデビュー。5試合に登板して防御率 1.29 だった。2007年には A 級チャールストンリバードッグスに昇格したが、肘を痛めてトミー・ジョン手術を受けた。2008年の後半戦に復帰し、2009年は A 級タンパヤンキースまで昇格。同年オフにヤンキースの40人枠に入った。2010年は A 級タンパからスタートし、最終的にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリヤンキースまで昇格した。トータルでの成績は14勝7敗、防御率 3.20 だった。この年の7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜チームにも、選ばれた。2011年4月13日に故障者リスト入りしたルイス・アヤラに代わってメジャーに初昇格したが、登板機会がないまま4月22日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリへ降格した。約1ヶ月後に再昇格した。5月18日のボルチモア・オリオールズ戦でメジャーデビュー。メジャーではリリーフとして起用されていたが、9月21日には、背中の痛みで急遽登板を回避したフィル・ヒューズの代役として初の先発登板を果たしている。2012年1月13日にマイケル・ピネダ、ホセ・カンポスとのトレードでヘス・モンテロと共にシアトル・マリナーズに移籍した。3月25日に東京ドームで行われたプレシーズンゲームの対阪神タイガース戦では先発を任されるも、金本智明に2点本塁打を被弾するなど5回3失点で敗戦投手となった。2012年シーズンに入り、岩隈久志やケビン・ミルウッドなどと先発ローテーションを争ったが、岩隈が開幕ローテーション落ちした結果、先発ローテーション入りを成し遂げる。しかし前半戦までで2勝11敗と大きく負け越してしまい、7月にマイナーに降格。代わりに、岩隈が先発ローテーションに入った。9月のセプテンバーコールアップで再びメジャー昇格し、中継ぎとして投げていたが9月18日に、再び先発。しかし1回と1、3で被安打8で7失点を喫するなど散々な結果を残してしまった。ノエ氏の代わりに、ローテ入りした岩隈が好成績を残したのも、相まってノエ氏は大きく信用を落とす結果と、なってしまった。2014年2月27日にマリナーズと1年契約に合意した。開幕ロースター入りし、4月2日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦で8点リードの9回裏からシーズン初登板したが、1安打2失点と結果を残せず、翌日のオークランドアスレチックス戦では同点の延長12回裏から登板したが、先頭打者のココ・クリスプにサヨナラ本塁打を打たれ、負け投手となった。4月4日にDFAとなった。2014年4月12日にトレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。4月13日にメジャーへ昇格。3試合に登板したが、4月22日にDFAとなった。2014年4月25日にウェーバー公示を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。移籍後は28試合に登板して8勝11敗、防御率 4.39、117奪三振を記録した。2015年1月15日にホワイトソックスと195万ドルの1年契約に合意。開幕後は10試合に登板し5試合に先発したが、32.2 回、0勝4敗、防御率 6.89 と振るわず、6月18日にDFAとなり、26日にマイナー契約でトリプル A 級シャーロットナイツへ降格した。トリプル A 級シャーロットでは11試合に登板し、4勝4敗、防御率 3.32、56奪三振を記録した。オフの10月5日に FA となった。2015年12月2日、韓国プロ野球のキアタイガースと契約。キアでの登録名は、ヘクターとなった。2016年は15勝を記録。2017年は20勝で同僚の針金と共に最多勝ちの個人タイトルを分け合った。2018年シーズン終了後に再契約せず退団した。2019年1月17日、マイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、開幕を、傘下のAAA級ニューオーリンズベビーケークスで迎え、8月6日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは12試合に登板して0勝3敗、防御率 8.46、24奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月16日にマイナー契約でAAA級ニューオーリンズへ配属され、翌17日に FA となった。2019年12月17日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年12月24日、台湾プロ野球の富邦ガーディアンズと契約した。しかし、来台前の自主練習中に故障してしまい、開幕前の2021年2月21日に解雇となった。ありがとうございます。